秋は日本海軍の戦艦。艦名は秋国に由来する。日本海軍の法令上は旧事態の暗闵だが、本記事では秋とする。日露戦争中に臨時軍慈悲で計画され、薩摩と共に日本国内で建造された最初期の戦艦。純度級戦艦である。二隻ともワシントン海軍軍縮条約により廃棄対象とされ、 実感標的として処分された。本艦の武装、装甲配置を示した図。秋は呉海軍交渉で建造された。薩摩より1年弱ほど遅れて着工したため、秋は薩摩に比べて多くの改良が行われている。3 0 5トル4 5後継連装砲2機と2 5 4トル4 5後継連装砲6機の手法、中間砲は、 薩摩と同じであるが、複方は異なり 12cm 砲から 15cm 砲へと口径が挙げられ、これを単装砲で発揮装備した。また、手機には日本の戦艦として初めてカーチス式タービン機関を搭載した。その結果出力は2万5千馬力と増加し、速力も走行巡洋艦並みの20ノットを発揮できた。加えて煙突が 薩摩が2本なのに対して秋は3本なのは、ボイラー自体の大きさを増して、薩摩が20機だったのを、本館は15機に減じたためである。この改正により、全長が3メートル増し、排水量も450トン増になっている。これにより常備排水量、全長は共に、薩摩より若干増加し19,800トン、全長460フィートである。薩とは、 姉妹艦と称されているものの、前述の通り、タービン機関を搭載する秋は、外見からして、薩摩とは全く異なる。秋は、つくば型、くらま型装甲巡洋艦や、河内型戦艦と同一行動が可能であり、戦術的価値としては、薩摩よりも、はるかに上であった。すなわちドレッドのト春行によって二隻は、新造時から、旧式戦艦となってしまったが、 秋はタービン機関の採用により、初期度級戦艦に匹敵する速力を発揮可能であり、技術的足跡において記念すべき艦であった。1904年臨時軍事費により、建造予算成立、1905年1月21日、クれ当てに、工業戦艦建造の訓令が出された。同年6月11日、日本海軍は、工業戦艦の艦名を、アンゲート内定する。 1906年3月15日、皇后戦艦は、呉海軍交渉で起航。同年11月に根性装置設置の訓令が出された。1907年4月15日午前10時30分、秋は浸水。同日府で、工業戦艦は正式に、秋と命名、戦艦に類別される。1911年3月11日、秋は竣工した。 プレ交渉で、建造の巡洋戦艦、伊吹の建造を優先したため、本艦の完成が遅れてしまったという。1912年11月12日、横浜沖合の東京湾で、観艦,艦式が行われる。大正天皇梅市艦は、防護巡洋艦、ちくま、仙道艦は、駆逐艦、海風、具部艦は、防護巡洋艦、平戸と、矢萩、通報艦、満州。 広仁親王、陽郎、親王、ヒ仁親王のお召し館は平戸であった。館館式終了後、大正天皇は地区から秋に移動、本館でご参会が行われた。この後、天皇は本館を退館して横浜港より東京へ戻った。1914年には第一次世界大戦に参加。同年秋、摂津、河内、 秋で演習中に、秋は暴走起きで座礁したが、自力で離礁した。1917年7月、大正天皇皇太子は、東郷平八郎と共に、三院沿岸を行計することになり、7月4日に、鶴川で、カトリ型戦艦、カトリ二条艦、秋は、不武艦となった。1919年7月まで、大修理を施行した。 1920年3月下旬、皇太子が四国、九州地方を巡警することになり、3月24日に神戸港でお召し館、香取に上艦する。先導艦を、秋、副部艦を、薩摩ほかが務めた。ワシントン軍宿条約によって廃棄が決定し、1923年9月20日除籍、官邸類別等級表からも削除された。薩摩、 秋の二隻は研究射撃の標的艦に指定された。当時、大正天皇皇太子が海軍兵学校卒業式に臨席することになっていた。皇太子はお召し艦を戦艦不桑とし、再起湾で長と及び道の国による標的艦への実弾射撃を視察する予定が組まれた。だが行刑直前にお召し艦不桑で腸チ不須患者が発生したため皇太子臨席は、 取り留めとなり、配管研究射撃も延期された。1924年9月4日、摂政軍は、横須賀軍港で、混合型巡洋戦艦一番艦、混合に乗艦した。副部,部艦は、軽巡、ダマであった。9月5日の研究射撃予定は、悪天候のため延期される。9月6日、秋は、戦艦、不走に栄光されて、演習予定地に移動する。 高松宮信人新能は軍艦浅間にて研究射撃を見学した。暴走半島の島崎沖は視界不良のため天候の回復を待ち、午後5時10分に長戸型戦艦2隻による射撃を開始した。5時25分、秋の左限傾斜、艦視沈下は著しく、不走は引き綱を切断する。5時40分、再度射撃が行われ、 5分後に、秋は沈没した。鈴木貫太郎連合艦隊司令長官は、大演習後に司令長官が行った重大なことは、秋、薩摩の試験的な撃破の研究であった。実に情けないような、軍縮の結果とはいえ、悲壮の感があった。何と言っても、あれだけ働いておった軍艦を撃破しなければ、ならんということで、いかにも沈むときは、悲壮なもので、かつては、 自分の乗った勘でしたから、命令とは言いながら、哀悼に耐えず、全員甲板に立って敬礼したものです。何とも言い知れないワシントン会議に恨めしい心持ちが、したと回想している。慰例党、日本海軍史、第9巻、第10巻の、召喚履歴及び、官報に基づく。退役後、秋の方針の一本が、兵庫県向郡なる村のなる八幡神社において、 中根費の党本体として境内に建立された。当時の鳴良村より出征した日清戦争、日露戦争、大東亜戦争の戦没者が祀られている。1941年の金属類回収令により、境内の新目像が供出されるも、戦没者を祀る党については残された。その後中根費は、異例党と名称を変え、 毎年8月15日には宮司による慰霊祭が行われている。戦士総始31海軍軍戦民一不表題、1、その1、大正9年3月朝官邸要目当。一覧表その1軍艦では、銅となっているが、間違い。戦士総始31海軍軍戦民一不表題、1、その1、大正9年3月朝官邸要目当。 一覧表その一軍艦では41式 36cm 砲4門、となっているが 30cm 砲の間違い。ありがとうございます。